古典朗読「右月物語」物語は江戸時代後期上田明成によって書かれた怪異小説集です。全5巻9編の作品のうち今回はその第2巻に収録された2編の物語を朗読いたします。 室町から戦国時代へと変わっていくその淡いの頃下葛飾はママの里に一人妻を残し京へ行商に旅立った男が七年ぶりに戻ってきて不思議な幻を見る浅地が宿平安時代中期漁師から鯉を買っては湖に戻しその泳ぐ様を絵に描いていた僧侶が。 ある年病気で一度死んだ後に蘇生してその間の神秘的な体験を語る無謀の利魚それぞれ役者によるあらすじとともに2編続けてお送りいたします「右月物語」の世界をどうぞお楽しみください上田明成作 宇月広史現代語訳宇月物語薪の荷朝日が宿あらすじあなたはとうとう帰ってこなかった 予感はあったけれどひょっとしたら帰ってくるのではと思って待つうちに去年あなたが一攫千金を夢見て田畑を売り尽くして絹を買い込み都へ向かう時必ず秋には帰ってくると約束したのにさあ この,辺りが故郷のままだあれから七年になるのか商売には無事成功して約束の秋には帰ろうとしたが木曽の山中で山賊に荷物を奪われ関東の戦乱で妻もとても生きてはおれまいと都へと引き返す途中近江で熱病にかかりそれから 京や近江でうかうかと時を過ごしてしまった都でも戦乱と疫病でこの世の終わりというべきありさまを目の当たりにしてせめて妻の消息だけでも確認し亡くなっていたら墓を建てようとここまでやってきたそうだ雷が落ちて避けてはいるがあの松が目印だ。 おや俺の家はそのままだし明かりも見える誰が住んでいるのだろうまさか下の国葛飾の郡ママの里に勝四郎という男があった祖父の代から久しくこの里に住み田畑もたくさん持って 家も豊かに暮らしていたが生まれつき無頓着でのんきな性質から農業を煩わしいものだと嫌がったのでついに貧乏になってしまったそうこうしているうちに親戚の多くからも疎遠に扱われるようになったがそれを勝四郎は悔しいことだとしみじみと思い 何とかしてを挽回したいそのころ笹部の宗司という人が足利染めの絹を仕入れるために毎年都からやってきていたがママの里に桃縁の者がいるのをたびたび訪問したところから勝四郎も金ね,ね親しくしていたので。 自分も商人となって都へ登りたいということを頼んだところ笹部は気安く引き受けて「今度は何日ごろたつつもりですご一緒に」と言ってくれたそこで笹部が頼みがいのあるのをうれしく思って残っていた田を全部売り払って金に換えそれで白絹をたくさん買い込み準備を整えて。 上京する日を待っていた勝四郎の妻宮城は人目を引くほどの美貌で気立てもしっかりして賢かった今度夫が商品を仕入れて都へ商売に行くと言い出したのを困ったことになったと思いいろいろ言って思いとどまるようにいめたが普段から 思い立ったら聞かない一本木の上に今度はひときわ思い詰めているので手の施しようがなくこれから先の生活が心細く不安であったにもかかわらず海外しく夫の旅支度を整えて出発の前夜は離れ難い別れをしみじみと語るのであった「あなたに旅立たれて財産とてもないこの家に一人残されては」。 弱く頼りない女心はどうしてよいやら全く途方にくれるばかりでこの上なくつらいことでございます。朝夕、私のことをお忘れにならないで早く帰ってきてください。せめて命だけはお帰りになる日まで生きながらえたい。命さえあればまた会えるとは思いますが。 明日はどうなるかわからないこの世の定めですからどうかお強い男心にもあわれと思ってください。というと夫は「どうして浮木に乗ったような不安な気持ちや生活で知らぬ他国に長居するものか。クズの葉が風に吹かれてうらがえる今年の秋にはきっと帰ってくるよ。 気く待っていなさい」と妻を慰めているうちにやがて夜が明けたので鶏の声とともに出発して京都を指して急いだのであるこの年京徳四年の夏鎌倉公保足利重氏と慣例の上杉氏が不安になってその戦火で の館は跡形もなく焼き払われ、は下草の味方へ亡命されたがそれ以来関東一円はたちまちのうちに大混乱をきたし上下ともに天然ばらばらで統一のない世となってしまったので年寄りたちは山に逃げ隠れ若者たちは兵士として駆り出され今日はここを焼き払うぞ。 明日は敵がせめてくるぞといううわさに女子どもたちはうろうろと東に西に逃げまどって泣き悲しむだけであった勝四郎の妻もどこかへ逃げたいものだとは思ったがこの秋に帰るから待てと言われた夫の言葉を頼みとしながら家に踏みとどまって不安な気持ちで夫の帰る日を 指より数えて待ち暮らしていたのである秋になったが待つ夫からは風の便りもないので悪化する世相とともに頼りにならない人の心であると夫の白状を恨み我が身を悲しみがっくりと気落ちして身のうさはとしも告げじ、大坂の 夕付け鳥よ、秋もくれぬと。夫の帰りを待つ我が身のつらさは誰も夫に知らせてくれまい。会う、言う、という名の大阪山の鶏よ。お前は今日にも近いのだから、夫に約束の秋ももうくれてしまったと告げてほしい。と。 思いを一種の歌に託して読んだが夫のもとまでは多くの国を隔てた遠方なのでこの歌を言い送る術もなかった世間が物騒になるにつれて人心も一層険悪になったたまたま訪ねてくる人も宮城が美貌であるのを見ると 色々と親切ごかしを言って誘惑しようとするが宮城は堅い帝府の三郷を守ってこれを冷淡にあしらい後には戸を閉めて会おうともしなかったのである一人いた下女も暇を取って出て行き少しばかり会った蓄たえもすっかりなくなって心細いうちに教徳四年がくれた。 年は改まったが世の乱れは依然として収まらないその上前年の秋京都将軍家の命令で美濃の国郡上の領主唐の下野上常頼が政党指揮官として派遣され下佐の領地に下って一族の千葉実寧と共同戦線を張って攻撃したので久保方も 守りを固くして防戦に努めそのため戦いがいつ終わるともわからない状態になった戦乱に乗じて諸国の野武士たちもあちこちに砦を構え民家に火をつけては略奪を欲しいままにした今や韓八州は全土にわたって安穏なところとてもなく情けないほどの甚だしい 世の損失であった勝四郎は笹部に従って都へ行き白衣を全部売り尽くしたが当時はちょうど義政将軍の東山時代だったので都はカビを好む時でありそのために大分の儲けをしてさて故郷へ帰ろうと用意をしている折にこの度上杉の軍勢が 鎌倉公方の御所を攻め落とし逃げる成氏をなお追撃したので故郷葛飾のあたりはどこもかしこも戦騒ぎで先人の巷またとなったということを世間で取り沙汰した目前のことでさえとかく嘘の多いのが世間の取り沙汰であるのにまして白雲頂上とした遠獄の国のことであるから 審議のほどは確かめがたくそれだけに気が気でなく8月の初めに都を出発して道を基礎街道にとり木曽の三坂を日暮れにかけて越えようとすると盗人どもが行く手に立ちふさがり持っていた荷物を全部取られてしまったその上人の話を聞くとこれから東の方は ところどころに新しい関所を設けて旅人の往来さえ許さないということであるこれでは故郷へ帰ることはおろか頼りをする手立てもない我が家も戦火で焼失してしまったであろう妻もおそらくは生きていまいそうだとすると故郷といっても鬼の住むところ同然であると考え ここからまた都へ引き返そうとして近江の国へ入ると急に気分が悪くなり熱病にかかった武蔵というところに「小玉貨兵」という金持ちがあったこれは笹部の妻の実家だったのでそこを訪ねて懇願すると貨兵は快く引き受けて親切に解放し 医者を呼んで一生懸命に投薬してくれたそのおかげでしばらくするうちにどうやら気分も少しさっぱりしてきたのでその高運を深く感謝してそのもとを自去しようと思ったがしかしまだ足元がしっかりしないのでその年ははからずもここで暮らし新年を迎えた。 そうこうしているうちにいつの間にかこの里にも友人ができ生来の素直で正直な性質を愛されて児玉をはじめ土地の人々とも信仰を結んだのであったこの後は都へ行っては笹部を訪ねまた近江へ戻っては児玉の家に身を寄せるというようにして七年間というものは夢のように 瞬く間に過ごしてしてまった勧奨2年には畿内河内の国で畠山兄弟の家督をめぐる戦争が終わりそうもないのでそのために都近くも仏上騒然となったがその上春の頃から悪性の流行病が蔓延して死骸は路上に類々として積み重なり 人心も不安におののきこれでこの世も終わりであろうかと世の無常をひどくはかなみ悲しんだ勝四郎もよくよく考えてみるとこのように落ちぶれてこれといって仕事のない身が何を頼みとして故郷を遠く離れた土地に滞在し赤の他人の世話になっていつまでむなしく生きながらえるべき 我が命であろうか故郷に残してきた妻宮城の生死さえ知らずにこんな忘れ草の生えているような土地に妻を忘れ故郷を忘れて長い年月を過ごしたのは思えば不実な我が心からであったたとえ妻が死んで以前のようにこの世にはいないとしても せめてその意外なり七なりでも訪ねて墓でも作ろうと思い人々に自分の気持ちを話してさみだれの降る頃晴れ間を見て別れを告げ十日余りの旅を続けて故郷へ帰り着いた故郷に足を踏み入れた時は日はすでに西に沈んで雨雲は今にも降るかと思うほど低く 暗く垂れ込めていたが長い間住み慣れた郷里のことであるから迷うはずもあるまいと夏草の生い茂った「脳を分けて進んでいくと昔から有名な「ママの継ぎ橋」も今では川の背に落ちているので古い歌のように駒の足音も聞こえず人の往来も途絶えている上に辺りの田畑は荒れ放題に荒れて 昔あったはずの道もどこだか分からず昔の人家も見当たらないまれまれここかしこに残っている家の中に人が住んでいると見受けられる家もあるが昔とは似ても似つかないありさまである一体どれが自分の住んでいた家だろうかと戸惑っていると そこから三四十メートルばかり向こうに落雷に引き裂かれた松のそびえ立っているのが雲間を漏れてくる星明かりにぼんやりと見えたが勝四郎はそれを見ると「そうだあれこそ我が家の軒の目印が見えたのだ」とまずうれしい気持ちがしてその方に足を運んだが家は以前に変わらないで残っている。 しかも人が住んでいる様子で古い戸の隙間からともし火の光が漏れてちらちらするので他の人が住んでいるのだろうかそれとももしかしたら妻がまだ健在でいるのだろうかと急に胸が高鳴って門口に立って来訪を告げる合図の咳払いをすると家のうちでも耳ざとくこれを聞きつけてどなたですかと。 尋ねるその声は大層ふけているがまさしく妻の声であることを聞き知った勝四郎は夢ではなかろうかとしきりに胸騒ぎがして「わしだわしが帰ってきたんだよ」。それにしても達者で一人こんな草深いあれのに今まで住んでいようとは全く不思議だな。と言うと 家のうちでもそれが夫の声であると分かったのですぐに戸を開けたが戸口に姿を現した妻は大層ひどく赤にまみれて色黒く目は落ちくぼんでいて結い上げた髪も乱れ落ちて背に垂れ下がりこれが昔の美しかった宮城と同じ人とは思えないほどの変わりようである夫を見て 物も言わずにたださめざめと泣くのだった勝四郎も気が動転してしばらくは物も言えなかったがややあって言うには「今までこうして無事でいられると知ったならばなんで長野年月を他国で過ごそうか」「実は千年都にいた時 鎌倉の戦乱を聞いたがそれによると久保方の軍が敗北したので下房に逃げて防戦し官僚方がこれを攻撃すること急だというその翌日笹部と別れて8月の初めに都を出立し木曽路をやってくると途中で大勢の山賊に取り囲まれて衣服も金銀も残らず奪い取られ 命だけやっと助かったような始末だその上里人の話すのを聞くと東海道東山道は全部にわたって親戚を設けて往来の人を遮断したということであるまた昨日は都から節度市も下られて上杉方に加勢し下房の戦いに向かわれたともいう。 郷里のあたりはとっくに焼き払われて、群馬のひずめですっかり踏みにじられたということを聞いたので、これでは、もはやそなたは戦火のために焼け死なれたか、それとも海で溺れ死にされたかもしれないと、いちずに思い込んで諦め、再び都へ登ってからは、他人の世話になって、七年間というものを暮らしたのです。ところが、 近頃になってなんだかしきりに懐かしさがこみ上げてきたのでせめてそなたの亡きあとでも見て弔いたいと帰ってきたのだがこうして無事でいらっしゃろうとは全く思いもかけなかったことだ。ふ山の雲、も環球の幻ではなかろうかと言っても帰らぬ繰りごとを繰り返し繰り返し話すのであった。 妻も涙を抑えて、あの時お別れ申し上げてから、ご帰宅になるのを頼みにして待っていた秋より前に、すでに恐ろしい世の中となって、村人はみんな家を捨てては海や山に逃げ隠れてしまいましたので、まれに残っている人といえば、大抵トラか狼のように恐ろしいどんらんな心を持った人で。 私がこうして一人暮らしをしているのをいい幸いと思うのでしょうか言葉巧みに誘惑するのですが玉砕がぜんの言葉のようにたとえ三竿を守って死すとも不義をして命長らえる道は踏むまいと決意してそのために幾度もつらい目を耐えしのんできたのですそのうちに天の川がさえて 祝助の二世の会う秋になりましたがあなたはお帰りになりません冬を待ち春を迎えてもあなたからはお便りもありませんこの上は都へ登っておそばへ参ろうと思いましたが大の男でさえ通行を許さない関所の厳重な守りを どうしてかよわい女の身で越えることができようかと思い直して軒場の松を眺めながら待っていてもかいのないこの家で狐やフクロウを友として寂しく今日まで過ごしてまいりましたお目にかかれた今は長い間の恨みもすっかり晴れてうれしく存じます昔の歌にもあるように 会うのを待っているうちに焦がれ死にしてしまったら相手にも私の心がわかってもらえずさぞ悔しくなさけないことでございましょうに。というとまた声を上げて泣いたので勝四郎は「夜は短いのだからまた明日のことにして」と慰めてともに枕についた。 窓の障子の破れ目をひたひたと鳴らして松風が吹き込み夜通し涼しく寝心地がいい上に長い旅路の疲れで勝城郎はすっかり熟睡した暁の空が明けていく頃まだ冷めやらぬ夢心地にもなんとなく寒かったので夜着をかけようと手探りするとなんだかサラサラと音がするので 目が覚めた顔に冷たいものがこぼれるので雨でも持ったのだろうかと目を開けて天井を眺めると屋根は風のために吹きめくられているので有明月が光も薄れて空にほの白く残っているのが見える驚いてあたりを見回すと家は ろくにともないほど荒れ果てている。板敷きの床の崩れ落ちた間から、荻やすすきが高々と生え出ていて、その朝露がこぼれるのに、袖が濡れて絞るほどであった。壁には、つたやくずが生い茂り、庭は雑草にうずもれて、秋でもないのに、さながら秋の野のように草深く荒れ果てた。 家の様子であった「それにしても一緒に寝たはずの妻はどこへ行ったのだろうか姿が見えない」「狐などに化かされたのだろうかと思って辺りを見回すとこんな荒れ果ててはいるが以前住んでいた家に相違なく広く作った奥の辺りから端の方の稲稲倉まで」 かつて自分の好みで作ったままの様子をしている。呆然自室としてどうしてよいのか途方にくれたが、よくよく考えてみると、妻はすでに死んで、今ではコリがすみ変わって、こんな荒れ果てた家となっているのだから、妖怪が化けて妻の生前の姿を見せたのでもあろうか。それとも、 もしかしたら自分を慕う亡き妻の霊魂があの世から帰ってきて夫婦の語らいをしたものであろうか。いずれにしても前に想像していたこととちっとも違わず思った通りであったとあまりのことに悲しみが極まって一滴の涙さえも出ない。妻も死に家も廃屋となった中で。 成平の歌ではないが「我が身一つは元の身にして」と心の中でつぶやきながら家の中を歩いてみると昔寝室であったところの板敷きの床を取り外して土を積んで塚をこしらえそこには雨露を防ぐような設備もしてある昨夜の亡霊はここから出たのだろうかと思うと恐ろしくもあるが また懐かしくもある。たむけの水を入れる器が用意されているが、その中に木の端を削って、それに那須の神の大層古くなったのを貼り付けたものがある。文字も所々消えてはっきりと読めないが、確かに妻の筆跡である。戒名もも年月も書いててなくてただ 一種の和歌に哀れにも最後の思いを込めて読んでいる「去りともと思う心に諮られて世にも今日まで生ける命か」「夫は約束の秋に帰ってこなかったがそれにしてもきっと帰ってくると思う心に我と我が身からだまされて」 なんと今日まで生きながらえてきたこの身が愛おしいことだここに至って初めて妻の死んだことを確認した勝四郎は悲しみが一度にどっとこみ上げて大声を上げて泣き倒れたそれにしても一体 いつの年の何月何日に死んだのかさえ知らないとは夫の身として情けないことである誰か知っている人もあるだろうと涙を拭って外へ出ると檻から日が高く昇ったまず近所の家へ行ってそこの主人に会ってみると前の知り合いではなく逆に あなたはどこの国の方ですかと反問するそこで勝四郎は丁寧に挨拶して答えた「この隣の家の主人だったものですが都政のために都へ登って七年もおり昨夜帰ってまいりましたところ家はすっかり荒れ果てて人も住んでおりません妻も死んでしまったと見えて 墓もできてはおりますがいつ死んだとも記されておりませんので一層そう悲しくなります。どうかご存知でいらしたらお教えくださいませんか。この家の主人は答えて「それはお気の毒なお話でございますね。私がここに住むようになってからまだ一年ほどですのでそれよりずっと以前に亡くなられたと見えて」。 私は住んでいらした方の生前のことは存じません。この里に昔からいた人はみんな戦争の初めに逃げてしまって今住んでいる人は大抵その後よそから移ってきた人たちです。ただ一人老人がおられますがこの土地に古くからいた方と見受けられます。時々あの家へ行って 亡くなられた方の菩提を弔っていらっしゃいます。この老人こそきっと奥様の亡くなられた日をご存じのはずです。という勝四郎はさらに「ではそのお年寄りの住んでいらっしゃる家はどちらでございますか?」と尋ねた主人は「ここから180メートルほど浜の方に。 朝をたくさんうえたはたけがありますがそのもちぬしでそこにちいさないよりをつくってすんでいらっしゃいますとおしえるかつしろうはよろこんでそのいえへいってみると七十さいぐらいのこしのひどくまがったろうじんが庭窓の前にわかまどのまえにしいたわろうだにすわってちゃをのんでいるそして 勝四郎の姿を見るや否やお前さんはどうしてこんな遅く帰ったのだと声をかけるので見るとこの里に古くからいる「漆馬の翁」と呼ばれる人であった勝四郎はまず縄の町名を祝い次いで自分が都へ行って心ならずも長登流した戦いきさつから 昨夜の奇怪な出来事までを事細かに話して沖縄が亡き妻のために塚を作って弔ってくれた幸運を深く感謝しながらも溢れ出る涙を止めることができなかった翁は口を開いて「お前さんが遠くへ旅立たれた後夏の頃から戦争が始まって。 村人は天出に方々へ逃れ若者たちは兵士として駆り出されたのでこの辺りの桑畑もたちまちのうちにキツネやウサギの住む草むらと荒れ果ててしまったのだ。その中でただ定列なあの方だけがあなたの秋に帰ると約束したのを信じ守って家を出ようとされなかった。 この年よりもまた足が利かなく歩行が不自由だったので家の中に身を潜めて外へ出なかった。果ては子玉などという恐ろしい妖怪の住処となったのに若い女の身でそこに一人とどまっていらっしゃる気丈さというものは私がこの年まで見聞きしたことの中でも しみじみと深い感動に打たれたことであった。秋が去り春が巡ってきてその年の8月10日という日に亡くなられた。不憫さのあまり私が自分で土を運び棺を埋めてその臨終に書き残された筆跡を墓の印として心ばかりの供養をしましたが。 私はもともと字も書けないので亡くなった月日を記すこともできずまた寺も遠いので改名をつけてもらう方法もなくてそのまま5年の年月を過ごしてきたのです。今の話を聞くときっとあの方の暴魂があの世から帰っておいでになって 長い間の積もる恨みをおっしゃったのでしょうもう一度塚のところへ行って丁寧にご意向なさいと言って自分から杖をついて先に立ち勝四郎とともに塚の前に伏し声を上げて泣き悲しみながらその世はそこで念仏をしながら明かしたのである 寝られないままに沖縄は次のような話をした「私の祖父のそのまた祖父さえもまだ生まれていなかった遠い遠い昔のことです。この里にママの手ごなという大層美しい娘がありました」「家が貧しかったので身には 青襟をつけた朝の着物をまとい髪さえろくに溶かさず履物も履かないで裸足でいたがその顔は満月のように美しく輝き笑うと花が咲き輝くようで綾や錦を身につけた都の貴婦人よりも美しいと村人たちはもとより都から来た警備の武士たち 隣国の人々までも言い,いよって恋したわないものはなかったの手ごなはかえってつらく心苦しいことと思い沈んでいっそ死ぬことによって多くの人たちの心に応えようとこの入り江の波間に身を投げて死んだのですがそのことを世にも哀れな話であるとして 昔の人々は和歌にも読み語り伝えました。私が幼かった時に母がそれを面白く話してくださるのさえ大層かわいそうなことだと聞いていましたが宮城殿の心はその手ごなのうぶな心に比べてもどれほどか勝って悲しかったことでしょう。と 話しながらも涙ぐんでそれを抑えることのできないのは老人がとかく涙もろくてこらえ性がないからである勝四郎の悲しみは言葉で言い表せないほど大きく深かった翁の物語を聞いて思い余った胸の内を田舎者らしいたどたどしさで一種の歌に託した。 いにしえのママの手ごなをかくばかり、こいてしやらんママの手ごなを。昔のママの手ごなをこいした男たちは、手ごなにしなれて、いまじぶんが愛妻にしべつしてこいしたっているように、せつない思いで手ごなをこいしたったことであろう。 思うことの一端をもよく言い表すことのできないのはかえって上手に表現する人の心情にも勝って読む人を感動せしめるものだということができよう。これは下草の国へしばしば通う商人が聞き伝えて語った話であった。 無の利行あらすじ私はミーデラのそうですが絵それも恋の絵を描くのが何よりの楽しみなのです恋の泳ぐ様の自由で心地よげな様子が好きなのですいつかも 恋の絵をどううまく描こうか思案しているうちに恋と一緒に泳ぐ夢を見てそれを描いたら評判になりましたが誰にも売ることはありませんでしたところが私急に危篤となってそれから蘇生しましたが生死をさまよう間夢の中で大変な体験をいたしました 熱っぽさをしのぐため琵琶湖で泳ぎ出すと湖の神のお使いが日頃漁師から鯉を買って水に放つ私の善行の報いとして鯉に変身できるようにしてやろうとおっしゃる鯉となって近江の名所を湖から見るその美しさを満喫しますが人間に怯え空腹もしのがねばなりません。 魚は魚で人間同様自由ではありえないのでしたしまった僧侶である私が釣り糸にかかるとはた助けて六十代醍醐天皇の延長年間三井寺に公儀という僧があった絵が上手だったので 名人という評判を世間から立てられていた彼が常々描くところは普通の画家のように仏像山水花長などを主とするのではなく寺の勤めの暇がある日には琵琶湖に小舟を浮かべて網を引いたり釣りをしたりする漁師に金銭をやり取った魚を買い求めて元の湖に放し その魚の泳ぎ回るのを見てはその死体を描いていたので年とともにその技は精彩巧妙の域に達したのであるある時絵のことに思いを凝らして心が疲れ思わずも眠気を催したのでうとうととまどろむと夢の中で自分が湖水に入って さまざまな魚と共に遊ぶのを見た目が覚めたのですぐに今夢で見たところをそのまま絵に描いて壁に貼り自分でそれを無王の利魚と名付けたのであったその絵の優れた出来栄えに感心して彼の絵を欲しがる者が先を争って彼のもとに殺到したので彼は ただ家長三水の絵は求めに応じて書き与えたが恋の絵だけは一途に惜しんで与えようとせず誰に向かっても冗談めかして仏門で禁じている殺生をしたり鮮魚を送ったりするあなた方世俗の人にこの奉仕が大事に養っている魚は決して差し上げられません」というのだった。 その絵とこの冗談とは共に世間の語り草となったある年病気になって7日間寝ついたが急に目を閉じると呼吸が止まって死んでしまった弟子や友達が集まってその死を嘆き惜しんだがただ胸の辺りに少しばかり温かさが残っているので もしかすると蘇生するかもしれないと思って講義の周りを取りまいて見守りながら3日を過ごしたところ手足が少し動き出すかと見る間に急に長いため息をついて目を開きまるで眠りから覚めたように床の上へ起き上がって人々に向かい「私が人事不詳になってから」 もうだいぶたったようだ。いくにちぐらいたっただろうか。とたずねた。弟子たちはこたえて、お師匠さまは3日前に息を引き取られたのでございます。寺の人々をはじめとして、平勢お親しくしていらっしゃる方々もおいでになって、ご葬儀のことなども相談なさいましたが、ただ、 お師匠様の胸のあたりが温かなのを見て棺ぎにもお納めしないでこうしておそばについておりましたところ今息を吹き返されましたので葬らなくてよかったことだと一度喜んでいるところですというそれを聞くと公儀はうなずいて「誰でもよいから一人檀家の平之助の殿のお屋敷へ参って」 次のように話しなさい。講義が不思議にも生き返りました。殿には今酒を汲みその魚に新鮮な生まを作らせていらっしゃるようですがしばらくその主演を中止して寺においでいただきたい。世にも稀な珍しい話を申し上げたいと存じます。 そう言って先方の人々の様子をよく見なさい。今は私の言ったことにちっとも違うまいや。という。使いに立った者が不思議がりながらかの屋敷に行って抗議からの向上を伝えて先方の人々の様子をひそかに伺ってみると主人の助をはじめ弟の十郎家臣のかもなどが まさに死の言葉と違わないありさまなので使いの者は一層不思議に思った屋敷の人々もこのことを聞いて大いに不思議がり助もすぐ箸を下ろすと十郎もりを引き連れて寺へやって来た公儀は枕から頭を上げて 遠路わざわざ来てくれたことの礼を言いスケも公義が蘇生したことの祝詞を述べた公義がまずスケに向かって「まあ試しに私の言うことをお聞きください」伝「貴殿はあの漁師の分子に魚を注文なさったことがございますか」と尋ねたこれを聞いてスケは驚き 確かに御の言う通りでござる。どうしてご存じでいらっしゃるのかという。講義はあの漁師が1メートル余りの魚を籠に入れて貴殿のお屋敷の門を入った時貴殿は御礼亭と表座敷で碁を囲んでいらっしゃった。カモリがそのそばに座って大きな桃の実を食べながら。 囲碁の勝負を観戦していたそして漁師が大きな魚を持ってきたのを喜んで高かに持った桃を与えその上杯を与えて十分お飲ませになったやがて調理人が得意顔で魚をまな板に乗せてなますにしましたがこの一部始終私の言うことは違っていないでしょうというと このことを聞いて助の人々はあまりの不思議さにあるいは怪しみあるいは心戸惑ってどうしてこんな詳細に知っているのかとその理由をしきりに尋ねたそこで抗義は語った「私はこのほど病に苦しんでとても耐えられないほどだったので自分が生きたえ人事不詳に陥ったのも知らず ねつっぽくてここちがくるしいのをすこしさまそうとつえにすがってもんをでるとびょうきもだんだんよくなるようでちょうど籠のとりがおおぞらにかいほうされたようなのびのびしたきもちになりましたそこでやまといわずさとといわずあしにまかせてあるいてゆくうちにこんどはこはんにでました 湖水が緑にすんでいるのを見ると夢見心地に水浴びをして遊ぼうと思いそこに衣を脱ぎ捨てて身を躍らして深いところに飛び込みかなたこなたと泳ぎ回りましたが幼少からスイレンが達者だというわけでもないのに思うまま自由自在に泳ぎ回れたのです今思うと資料のない夢心地でした。 しかし人間が水に浮いて泳ぐのはそれがどんなにうまくても魚が自由自在に気持ちよく泳ぎ回るのには及ばないものだと思うとここでまた魚がのびのびと泳げるのをうらやむ気持ちが起こりました。その時すぐそばに一匹の太陽がいて私にあなたの願いをかなえてあげることは 極めて優しいことです。お待ちください」と言ってそのまま深い底へ去っていったかと思うとしばらくして冠をつけ相族を着た人がその大魚にまたがり大勢の魚族を率いて浮かんできて私に向かってこう言うのです「湖の神の仰せがあった。 老僧はかねがねほうじょうのくどくがあおいそしていまみずうみにはいってさかなのごとくおよぎもあることをねがっているそこでしばらくきんいろのこいのふくをさけてすいちゅうのたのしみをさせてあげようただえさのかんばしいにおいにこころまどわされてつりいとにかかり 身を滅ぼすことのないようにそう言うと姿を消してしまいました不思議なことだと思って我が身を眺めてみるといつの間にか全身に鱗が生えそれが金色に光って私は一匹の鯉となっていましたしかし鯉になったことを 別にいぶかしいともおもわないでわたくしはおをふりひれをうごかしておもうぞんぶんにあちこちとおよぎまわりましたまずながらやまのやまおろしにふかれてたちさわいでいるなみにみをのせてしがのうらのなぎさにおよいでいくとかちでゆくひとがきもののすそをぬらすほどみぎわちかくをおおらいするのにおどろかされて。 高い平の山影がうつる深いみな底に潜ろうとするが身を隠すこともむかしく夜ともなればかただのいさり火にひとりでに引きよせられて近よってゆくのもまるでゆめ心地でした夜中の古城に影をうつす月は鏡山の峰に鏡のごとくすみわたって多くのみなとみなとのすみずみまでもくまなく照らしだし けいはおもむきふかいものでしたおきのしまからちくぶじまのほうにおよいでいくとなみにうつるしゅぬりのたまがきにはほんとうにびっくりしましたそうしているうちによがあけいぶきやまからふきおろすやまかぜにおくられてあさずまのわたしぶねもこぎだしたのでいつのまにか 足の間でまどろんでいた眠りをさまされ矢ばせの渡し船の船頭が操るさばき鮮やかな見慣れざおから身をかわして瀬田の端の方へ泳いでいくと今度は橋番から何度も何度も追い立てられたのです日ざしが暖かな時は水の上にうかび風のはげしい時は深いみな底で遊びました にわかに空腹を覚えて食べ物が欲しくなったのであちこちと探し求めましたが手に入れることができず無が夢中で泳いでいくうちにたちまち分子が釣り糸を垂れているのに出会いましたその先に下がっている餌は食欲をそそるようにひどくいい匂いですしかし心ではまた みずうみのかみのいましめをおもいだしてわたくしはほとけにつかえる僧侶のみだすこしばかりの間いだたべものをくちにしないからといってどうしてさかなのえさをくうようなあさましいことをしてよいだろうかとじぶんに言いいきかせてそこをはなれましただがじかんがたつうちに空うふくはますますはげしくなってきたので もう一度考え直しましまた。もうとても我慢できないたとえこの餌を食ったとておめおめと捕らえられるものかそれに分子はもともと知り合いの間柄だから何の遠慮することがあろうかそう思うと引き返してついにその餌を飲み込みましたすると 分子は素早やく釣り糸を引き上げて私を捕まえたのです。これは一体どうするんだと叫びましたが彼は一向知らん顔で私をつかみ私のあごに縄を通すと足の間に船をつなぎ私をカゴの中に押し込んで貴殿のお屋敷へ持って行ったのです。その時貴殿はご礼廷と 表座敷で囲碁を楽しんでいらっしゃいましたカモリがそのそばに座って果物を食べていましたそして分子が持ってきた大義を見ると皆さんは大変喜ばれてお褒めになりました私はその時皆さんに向かって大声に叫んだのですあなた方はこの講義をお忘れになったのですか お許しください、寺に返してくださいと連呼したのですが、誰も知らぬ顔であしらい、ただ立派な魚だと手を打って喜んでいらっしゃるのです。やがて調理人がやってきて、まず私の両目を左手の指で強く押さえ、右手に研ぎすました包丁を持って、私をまな板の上にのせ、 住んでのことに切ろうとしたとき私はあまりの苦しさに大声をあげて「仏に使える僧を殺すということがあるか助けてくれ助けてくれ」と泣き叫びましたが誰も聞き入れてくれません。そしてついに切られたと感じたとき夢が覚めたのです。と語った。 これを聞いて人々はひどく感動するとともに不思議に思って五層の今のお話で思い合わせてみると五層が口を聞くたびに魚の口が動くようでしたが一向に声を出すことはありませんでしたこんな奇跡を目の当たりに見たとはまことに不思議千番ですと言って下僕を家へ走らせて残っていたナマスを 全部湖へ捨てさせた公義はこれから病気が治ってずっと後年天授をまっとうしてこの世を去ったその臨終に際してこれまで描いた恋の絵を数枚取り出し湖に散らしたところが絵の魚が試験から抜け出して水中を泳ぎ回った。 このために公儀の絵は後世に残らなかったのであるその弟子の成光という者が公儀の入信の名義を受け継いで一斉に名声を上げたある時成光が官員代理のふすに鶏の絵を描いたところが生きた鶏がこの絵を見て本物の鶏と思って蹴ったということが 昔の「古今著文獣」という本に書き残されている現代語訳「右月物語」巻荷「脇の二終わり」